しっかり絵を描きたいときは自分の部屋のデスクトップ&昨年買ったばかりのカラー液タブで描くのですが、実家に帰ったときや外出先でちょっとした手直しや他の人に説明したいときはタブレットやらノートが便利です。今持ち運べる描けそうなモバイル Surface と Chromebook で描き比べをしてみたいと思います。 iPad を持っていれば悩まず全て解決かもしれませんが、Surface はカラム堀江さんのおかげで復活したものの、7年前の商品でどうにか動いている状態ですが、まだまだ引退はさせません。タブレットのように気軽に使えて、 CPU はノートパソコン用の Intel の i5、 ここは強み。 Chromebook は見た目はノート PC ですが、タブレットにキーボードがついているようなネットを確認したりちょっとした文章を書くような目的のマシンなので、目的通り使うのは快適なんですが、何か絵や動画を編集したりするのには CPU パワーが足りません。値段も Surface の半分以下なので比べるのもかわいそうなんですが、7年前のマシンにどこまで迫れるか。何するつもりなんですか。とにかくやってみましょう。テーブルで書いててもなかなか日頃の書いてる感じが出ないのでベッドに移動、機器も固定され、これで書いてる感じが戻ってきました。Surface だけじゃ不公平なので Chromebook でもチャレンジ。さすがにパワーが足りないのか、画面とペンとの延期が目立ちますね。この動画を作っている途中、オートデスクスケッチブックというソフトを発見。すごく軽く Chromebook でも鉛筆っぽく描けます。こちらがオートデスクのスケッチブックというソフトなんですが、 Surface の Windows 版ちゃんと強弱に反応しますね。でこちらが Android 版、これね結構良くて、これも、薄く描けば薄く描く、濃く描けば濃く描く、こう斜めに押せば斜めに、延期も少ないんで非常に紙にペンで描いてる感じに近いんじゃないでしょうか。マシンだけじゃなくアプリとの相性もありそうですね。しっかり使い込んでいったら使えるようになりそう。別に対決させることなく Chromebook で資料を見ながら、 Surface ちゃんは液タブ代わりにして絵を描くという2画面パソコンのような使い方もできますね。マジっすか。もう少しいろいろいじってまた報告したいと思います。鉛筆で直接描ける新しく買ったデバイスも紹介しないとですわね。エグザクトリー。